えー、昨日、竹下ち一郎さん、ライアンが、えー、僕と田辺直美さんがね、MC やってる、えー、イ,マジン大学イマジン大学の動画でて部くださってみたいで、で、えーまあ、とても良かったんですけど、で、それちょっとね、あのーまあ、ツイートもしたんで見てください。で、まあ、僕はピボットでもともとュースピックスからね、えー、佐々木さんがスピンアウトして。で まあ始まってるんですけどそこの「エクストリームサイエンス」っていう番組をね竹下流暢さんとやらせていただいててすごく楽しいんですけどあの何が違うのかっていうとやっぱりんね視聴者にねえありがたいことに多くの先生方の動画の中でまあ複数のねチャンネルに出てる方いらっしゃるんですけどまあ僕と竹下さんがやってらっしゃるやってるやってるえーピーボットエクストリームサイエンスが一番なんかその人の面白い話っていうかその人らしい話が。 消えてるよって言ってくださる方がいらして、まあ、いろんな意見があるんでそうじゃない人もいると思うんですけどそれはありがたいことだなと思っててもともと僕はあの昔日経サイエンスでね、えー、そういう科学者の話を聞くっていう、えーまあ、番組を番組っていうかのその連載やってたことがあって、まあ、その時の経験もあるんですけどあ,、まあ、あとそれこそ NHK のプロフェッショナルだとか今やってる、えー、東京 f m のドリームハートとか人の話をインタビューで聞くっていうのは、まあ、僕らのある種得意技っていうかずっとやってきたことなんで。 えー、まあ、科学者相手にっていう。で、やっぱりそこ一番コアの部分っていうか難しい部分っていうか、面白い部分をそのまま出す。そこでなんかね、まあ NHK の科学番組とかでさえそうなんだけど、まああれだな、NHK で言うとあの、N スペのあの数学のシリーズとかああいうのは容赦ないけど、なんか日本って、なんか優しくするっていうか視聴者に対してなんかちょっと馬鹿にしてるようなアプローチが多くて、 であのー、それだけじゃなくて、働く細胞とか笑う数学とかもいいんだけど、ああいうなんか角度をつけないといけないと思ってるんだよね、いそれ角度をつけてやるのはそれせいでいいんだけど、お笑い芸人さんが数学のことやったりとか、アニメーションにしたりとか、でもそうじゃなくてあの、レックス・フリードマンのポッドキャストみたいなね、全くそういう角度とか演出とかなしで、ストレートに本質だけをロングフォームっていうかな、長い時間かけて、しかもほぼカットなしで えー、放送するっていうフォーマットしか僕は未来がないと思ってるんですね。正直なところ。だから、あの、エクスティムサイエンスでそれができてることは本当にありがたいことだなと思ってまして。で、それが、あの、なんか、まあ、野村さんのあの、マルチバースの会みたいに140万回。 言ってるみたいなんですけど、ありがたいことだなと。あの、私のこの YouTube チャンネルは、まあ、ポンコツで、えー、底辺 YouTuber ですけど、相変わらず、まあ、自分が関わっている YouTube で、そこまで見ていただいているのがあるのは、本当にありがたいことだなと思ってるんですけど、まあ、その大切な、まあ、僕のことをそのエクステリームサイエンスに誘ってくれて、で、一緒にやっている竹下隆一郎の人となりがね、今回、あの、イマジン大学で皆さんに伝わることは、本当に嬉しいことだと思いますし、もっともっとそういうなんか、その、ガチな文化っていうのかな、 NHK でさえそれができてないっていうかもう,もうどっぷり使っちゃってんだよねその日本の地上波の放送文化の中にでそういうものがあの視聴者求めてるもんだって勝手な思い込みがあってやっぱりお笑い芸人とか変な角度とかが必要だと思ってるんだけど俺はそれは全くいらないと思う立場なんで,で実際にそれで成功してる例なんて世界を見るいっぱいあるんでね日本の未来のためにはそういうお笑い芸人とか変な角度とかつけないストレートな 番組が必要だと僕は思ってます少数派かもしれないけどそういう意味においてそのまあエクストリームサイエンスで不,不十分かもしれないけどそういう試みをできているのは本当に嬉しいことだと思うし、えー、ライアンとの掛け合いっていうかパ,パートナーシップもすごくいい感じだし、うん、まあこれはもうピボット側が決めることなんで僕がいつまでその、えー、ああいう形でああいうやりかわりをやらせていただくかのは分かんないんですけどね、まあ、だけど本当に、えー 大切なな場,場になってますでで竹下さんはなかなか面白い人なのでやっぱり倫理観すごくあるんですよね。折に触れそれは感じるんですけどそういう一端をぜひこの今人、えー、大学竹下隆一郎インタビューで感じてくださったら嬉しいなと思います。以上です。